湯の平温泉は、群馬県安洲郡中野城町大技入山4043にあった白車川沿いの一軒宿の温泉。2012年より休業中。戦前、この地域には鉱山があり、採掘を請け負った会社の宿舎として開設した。架空作道はその名残だった。群馬県の最北西部の長野、新潟の県境近くにあり、 川をまたぐ赤い吊り橋を渡った先の帰還暮れに立つ一軒宿の人をめいた温泉。松泉角一軒のみの営業だが、日帰り入湯も可能だった。男女別の露天風呂もあったが、脱衣場は屋根がかかっただけの簡素なものであった。樹木に囲まれ、小鳥の声が聞こえ木々の合間からは、白車川の渓流が眺められ屋敷があった。お湯は無色透明で、かけ流し。 駐車場と旅館との間の荷物等の運搬にはリフトが活躍していた。白車渓谷は晩秋には紅葉の名所としても知られた存在。温泉の所在地である大技入山は明治時代に草津村から分立した国村の6つの大技の一つである。若山牧水が上野の草津の湯より沢渡るの湯に越ゆるじ名も弱視暮坂峠と、 彼野の旅に歌った呉坂峠が近くにある。白車川の約10キロメートル上流には花敷温泉が、その支流上流には尻焼温泉がある。また周囲には大徳温泉、草津温泉、万座温泉、沢渡り温泉、川原湯温泉など多くの温泉が点在する。群馬の源泉一軒宿。ありがとうございます。